はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、債権者代位権の基本的な部分、基本的な要件について解説させていただきます。で、まずこの債権者代位権を、理解する上で重要なことで言うと、まずこの具体例ですね、具体例をまず頭に入れていただいて、で、それぞれの言葉を覚えていただく、この流れがいいと思います。で、まず具体例としては、A さんが B さんに対して、例えば100万円を貸していて、A さんは貸金債権を持っていた。また、B さんは C さんに対して100万円を貸していて、B さんは100万円の貸金債権を持っていた。このような場合を考えます。で、このような状況で B さんが期日になっても100万円を返さない、100万円用意できない、もうお金がないといった場合、B さんは、まあ、この貸金債権、まあ、100万円分の貸金債権があるので、まあ、これを債権譲渡をして、で、A さんが代わりに行使すると、まあ、いうことも可能なんですけども、そういったことがちょっと面倒くさいと、いった場合に債権者代位権というのが使えるんですね。つまり、B さんが有するこの貸金債権を債権者 A さんが代わりに行使する。つまり、A さんがこの貸金債権を使って C さんにもう直接請求しちゃうと。で、直接お金を回収する。ということができるんですね。これが債権者代位権なんです。で、ここでちょっと言葉を覚えていただきたいんですけども、まず A さんが債権者。で、B さんが債務者。で、C さんは A さんから見ると第三債務者。という言い方をするんですね。BC 間で言うと B さんが債権者で C さんが債務者なんですけれども、 A さんから見ると債務者の債務者ですよね。だから第三債務者という言い方をします。で、この債権者 A さんが持っているこの債権を非保全債権という言い方をします。まあ、保全されている債権というイメージですね。この非っていうのは、まあ、被るっていう意味合いがありますよね。まあ、受けるというのかな。まあ、何々されているという意味ですよね。保全されている債権という意味ですね。まあ、つまり、まあ、この債権守られている。まあ、これから守る債権だという意味です。守る債権っていうのは、まあ、これから回収していく債権といったイメージで大丈夫です。で、こちらの債務者が持っている債権のこと。これを非代位権利と言います。代位される権利ですね。代位される権利。誰に代位されるかっていうと、A さんに代位されるわけです。A さんが代わりにこの権利使ってるわけだから、この権利っていうのは代位されてますよね。だから非代位権利という言い方をします。まずここまでは頭に入れておきましょう。で、続いて、この債権者代位権を行使できる要件っていうのがあるんですね。つまり A さんが C さんに直接この非代位権利を使ってお金を回収することができるのはどういった場合なのかという、この要件を頭に入れておきましょう。まず一つ目、この B さんが無資力だと、つまり財産持っていない、お金を持っていないと、まあ、いったイメージで大丈夫です。もうこの権利はあるんだけども、この権利以外、まあ、何も財産がないよっていった状況ですね。で、かつ B さんがこの権利を行使しない、行使している場合は A さんは代わりにこの権利を行使することはできないんですね。つまり B さんが C さんに対して100万円返してくださいと請求している状況だと、 A さんは C さんに対してこの権利を使って請求することはできないんですけども、 B さんが権利を行使していないと、この権利を行使していない、請求していないというのであれば、債権者代位権、これ行使できる可能性があるということなんですね。で、今お伝えしているこの要件というのは全て満たさないといけないわけなので、どれか一つでも満たしていないと、これは債権者代位権行使できません。なので、今二つ言いましたね。B さんが無資力、かつ B さんがこの非代位権利を行使していない。で、さらに三つ目が、この非代位権利が弁債期で、かつ非保全債権も弁債期にある。これが三つ目の要件です。つまり C さんは期日になっても返していない状況だと。また B さんも A さんに対して期日が到来しているけども、まだ返済していないと。まあ、いった状況だという話ですね。どっちも期日が到来しているよという状況じゃないとダメですよっていうのが、こことここの部分ですね。で、さらに、
この非代位権利、これですね。この権利が B さんの一身専属権じゃないこと、また差し押さえ禁止の権利じゃないこと、これも要件に含まれてきます。 B さんの一身専属権ってどういったものがあるかっていうと、 B さんが有する親族間の扶養請求権です。 BC 間、これが親族だったとして、C さんが B さんを扶養していたと。で、まあ、金額ちょっと大きすぎるんですけども、例えば C さんが、まあ、毎月 B さんに対して100万円を払わなければいけない、扶養しなければいけない義務があった場合、まあ、B さんは C さんに対して100万円請求できる権利持ってますよね。でも、この権利っていうのは、扶養請求権に当たりますので、この場合は、債権者代位権、これ行使できませんよっていうことなんですね。B の一身専属権ではないことが要件だから、これが B の一身専属権だった場合は、債権者代位権行使できませんよっていう話ですね。で、また、非代位権利が差し押さえ禁止の権利でないこと、これも要件です。言い換えると、差し押さえ禁止の権利だったら、これは債権者代位権行使できませんよって話ですね。例えば、年金受給権です。B さんが年金をもらえる権利を持っていた。まあ、その場合は、第三債務者っていうのはまあ国になるでしょう。まあ、国から100万円をもらえる権利があると。まあ、ちょっとこれもね、100万円っていう年金額は多すぎますけれども、まあ、具体例として考えておいてください。100万円もらえる権利はあるけれども、それは差し押さえすることができないので、A さんはこの年金受給権を使って国に対して請求するっていうのはできませんよっていう話です。今言った1、2、3、4つですね。これは全て満たして初めて債権者代位権を行使できるので、この点頭に入れていただければと思います。まあ、今回は基本的なイメージだけ頭に入れていただきたいので、まあ、細かい内容までは解説していないんですけれども、まあ、とりあえずこれだけですね。とりあえずはこの具体例を頭に入れていただいて、言葉を頭に入れる。で、要件を頭に入れる赤文字の部分ですね。これ最低限必要なことなんで、ここまでですね、ぜひ頭に入れていただければと思います。債権者代位権については、意外と試験で問われやすい部分なんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。